はい、今回は、五等分の花嫁の第2期のアニメがね、原作がカットされすぎているということで、ご覧になってますね。これを見て思ったことは、カットして当然だな、と思いましたね。なんでかというと、アニメを作る理由って、皆さんにね、無料でアニメを見せて楽しんでもらうようなね、慈善活動、慈善事業、ボランティア、そんなわけないんですよね。そんなためにやってないんですよ。勘違いしてる人いますけど。アニメを作る理由って、簡単でね、企業の利益を上げるためなんですよ。グッズを販売したり、原作を買ってもらったりね、原作を販売したり。そのためにやってるんですよね。勘違いしてる人いますけど。今回の監督さんはね、結構叩かれてますけど、全然別におかしくないんですよ。きちんと原作を飛ばしてやることによって、そのね、アニメでファンになった人を、原作では、アニメでやってないところも載ってますよということで、原作の利益を上げようとしてる。素晴らしいじゃないですか。それをね、叩こうとしてる。それをね、なんか自分勝手な、自己中心的な考えで叩いてる人、やめた方がいいよ。なので今回の件を見て、ちょっとね、あんまり悪く言うつもりありませんけど、五等分の花嫁のファンの民度って、ものすごく低いんだなって思いましたね。